でパクッと加えて、もう加えた時点から、うんうん、そう。ここのところにもうキュッと負荷がかかっているのはわかります。そうなんです。今までいかにか顔の筋肉使ってなかったか。えさらにそこから軽くうなずくようにしてバーを揺らしていきます。うん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 。そうですそうです。うんうんここここがここがとたけさん頑張っていただまてありがとうございます。うんうん。まさにすごいここがキュッキュッキュッってあの私の中のイメージですけど。 こうやって自分でこう,こうした時みたいなこ,こういう感覚があります内側の筋肉にキュッと力が入るので、うん、先ほど表現されてたように、うん、お顔が上に上にやっぱり使っている実感筋肉を動かしている実感があって、うん、さらに1日30秒短い時間からら始められる気気軽さでで大人気なんですこの辺りに使ってないんです、ね、私は話すことをのりわいとしてるんである程度使ってるつもりでいたんですけど。はい すっごいここにキューってくるそうなんですキューって鍛えてるんですね<か>今そうですもうお顔の筋肉をキュッと鍛えることによって、うん、シワたるみといった老化のサイン皆さんが多く抱えるお悩みを、うん、土台から集中的にケアしていくことができるんです、うん、楽しいこれ加えただけで、うん、こう表面からではなく、うん、内側から自分の筋肉がキュッ と引っ張られる感じ、うん、で30秒と聞くとまたまたそんな短い時間って思われると思うんですが大、うん、竹さんおっしゃってた通り、うん、最初は普段顔の筋肉全く意識せずに生活されてる方って加、うん、えるだけで本当に大変、うん、そ,うそしてあの初回より上手にできるようになった二2回目で, <laughs> そうです,すぐに最初なんかどうやって振るんだろうとか思ってたけども、はい、こう加えてプル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 。こ あんまり大きく動かしすぎなくていいんですね。そうなんです。想像以上、すごい。ここのところに。<laughs> そうなんです。使った実感があって、<お>さらにその効果も感じられていくっていうところが、パオの人気に、うん、人気の秘密ですし。使ったから。うん 使っていただいた方からの喜びの声というのもたくさん私の方に寄せられています。本当にグって、え、すごい加えますおおの口で、そうです。唇だけで支えることで筋肉に自然に、うん、もう勝手に負荷がかかります。うん、もうこれだけでここここちょっと見て,てくださいね。これだけで加えるとキュッと。うんうん うしかもお顔の表面こうつるっと無駄なラインも作らずに鍛えることができるんですねで左右均等にバーがブンブンンれます青、うん、のこの長いバーにはこの左右均等に触れるという大きな特徴があります。あの最初私 なんかこんな感じだったんですよ、ええ、それがだんだん分かってくるとこういう感じで切るよになってきますそうなんですやっぱりあの、うん、他のこういうバーでないトレーニングで行っていくとやっぱり顔の筋肉って左右差、うん、右左で得意不得意ありますから、うん、そういった癖っていうのに関わらず左右均等にバーが振れます <laughs> 結構きますねそうこの辺りと引き上がってる感じしますよねこの辺りとこの辺りこの辺りとかがキュってくるそうなんです普段皆さんがすご と加えて、うん、もう加えた時点からそうなんです今までいかにか顔の筋肉使ってなかったかさらにそこから軽くうなずくようにしてバーを揺らしていきますそうですそうです。うん <laughs> ここがここがといまさに筋肉にキュッと力が入るので先ほど表現されてたようにお顔が上に上にやっぱり使っている実感筋肉を動かしている実感があって。 さらに一日三十秒短い時間から始められ、うんうん、気軽さで大人気なんです。このお顔の筋肉をキュッと鍛えることによってシワ、うんうん、たるみといった老化のサイン、皆さんの多く抱えるお悩みを土台から。 集中的にケアしていくことができるんです。加えただけで、こう、表面からではなくて、内側から自分の筋肉がキュッと引っ張られる感じ。で、30秒と聞くと、またまたそんな短い時間でと思われると思うんですが、そうなんです。もう、おたけさんおっしゃってた通り。 最初は普段顔の筋肉全く意識せずに生活されてる方ってあってさらにその効果も感じられていくっていうところがパオの人気,に人気の秘密ですし使っ,たから使っていただいた方からの喜びの声というのもたくさん私の方に寄せられてます。 唇だけで支えることで筋肉に自然にもう勝手に負荷がかかりますで加えるとキュッとしかもお顔の表面こうつるっと無駄なラインも作らずに鍛えることができるんですね 左右均等にバーがブンブン触れます。うん、顔のこの長いバーにはこの左右均等に触れるという大きな特徴があります。<laughs> そうなんです。やっぱりあの他のこういうバーでない。トレーニングで行っていくと、やっぱり顔の筋肉って左右差、うん、右左で得意不得意ありますから。うんそう